私たちの信仰のゴールを自分が描いていることを見ることだと思っていませんかこの目標を達成することこのビジョンを達成することそうなりやすくないですかその約束よりももっと優れた報いがゴールだと言ってるんです信仰のゴールそれは神ととと共にいるといるうことです勝つか負けるかじゃないんです 何かを成し遂げることでもないですそこに神と私が一緒にいるかが問題なんですだから思い出して自分の力でするんじゃないんです信仰を始めてくださった神と共にやるんです指導者であるコーチであるイエスの声と一緒に私たちは信仰のレースを走るんです <It really? S 1> あなたが言われることなら何でもやりますあなたが新しい道を設けるならそこを走っていきますそれが信仰のゴールです